逆にちょっといかついなと思っちゃう。ストーブガバリです。今回紹介するスニーカーはこちらです。トゥループっていうところのメーカーのスニーカーになります。昔流行ってたモデルとかになると思います。では早速開けてみたいと思います。こちらは、トゥループっていうメーカーのスニーカーになります。高校ぐらいの時結構ヒップホップが流行ってて、 LL クール J っていうラッパーを僕がそこで知って、その時ね僕古着も好きで、それで古着屋さんでそのトゥループっていうメーカーを知って、でどうやらそのトゥループっていうメーカーはあの LL クール J が結構愛用してたというか着てたとか、トゥループっていうブランド自体昔あって一回なくなったりしてんだとは思うんですけど、でこれが復刻されたんですよ、何年か前に、多分 2,3 年前かな。最近見つけて買ったんですけど、懐かしくて、スタジャンとか着てケミカルウォッシュの太めのパンツ履いて、トゥループとか履いてるとすごいかっこよくて、トゥループはスタジャンとかもあって、それもねすごいかっこよくて、オールドスクール感がねめっちゃかっこいいんです。かぶらないっすよ、まあこのスニーカーは。あのラルフとかトミーとか今流行ってるじゃないですか。で結構ジョーダンとか履いたりするのいいと思うんですけど、でもこういうトゥループとか履いてると、僕みたいなこのジャンキーはうわちょっとすげえなと、よう知ってたなこのメーカーを、正直かっこよくないじゃないですか。まあそれがいいんですけど、その感じがいいんですけど、トゥループも楽天とか調べれば全然売ってて、ヒールがこうトゥループの T かな、プラパーツになってまして、そこにトゥループって入ってるんですけど、 T がねでもここ赤になってて、一応トゥループになってって、タンがなんかこのタンの安さ感が僕は好きっすね。こういうの入ってたらおっつってちょっと声かけたくなるっすよね。なんでこのメーカー知ってるのってぐらい、インソールが白いプリントがブワーって入ってますね。オールドスクールとかだとこうなんかぶっといチェーンとかぶら下げたりするから、そのチェーン風味感があるっすね。で別のモデルでこういうモデルも出してて、2足いっちゃったんですけど、このダサさが僕はいいんですけどね。おそらくこのエレファント柄ってジョーダン3とかの時に出てたんじゃないですか、多分その当時だから、そのエレファント柄をいろんなメーカーとかがです、まあ、パクってというかやってたんだと思うんです。トゥループってこう入ってて、スノトレみたいですね。ヒール部分にトゥループって入ってて、多分知らない人から見たらなんだこのダセ靴って思われるかもしんないんですけど、でも僕は逆にちょっといかついなと思っちゃう。アウトソールがこんな感じで、トゥループの特徴って多分この矢印とかなのかな、タンにもこういう金で矢印入ってるんで。ということでトゥループのスニーカー紹介させていただきました。以上です。